野球史上最も流行った変化球、これ。何？カットボール。スライダー。スプリット。キノザカーブ。ジャイロボール。スライダーか、チェンジアップや。スライダーは結局、一番振ってまうんや。そりゃカーブだろ、野球しないやつでも投げてたぞ。カーブやろな。ほとんどの投手は8割くらいストレートとスライダーじゃなかったか？じゃあ逆にあまり投げられてない変化球は？シェイク。飛砲、パームボーラー、絶滅。カーブスローカーブ、ドロップカーブ、ナックルカーブ、パワーカーブ、違い全部教えてくれメンス。スローカーブ、遅い。ドロップカーブ、落ちが深い。ナックルカーブ、揺れながら落ちる。パワーカーブ、速度が速い。こんなイメージ。ナックルカーブは握りがナックルに似てるからって意味でナックルカーブなんやで。はい、勉強になるわ。やけくそストレート、流行れ。ナックル、もうちょっと流行ってほしい。大家が言ってたけど、ナックルは相応の覚悟がないと投げれんらしい。ナックルとか投げたら他の球種投げれなくなりそうやからな。ナックル一本か、投げないかやろ。昔、横浜の投手がストレートをソウルボールと命名してた。あずせ、孝太郎だったかな。桑田のサンダーボールとは何だったのか。フォークだろ。ただのがスローボール投げて、A ロット打ち取ったけど、その理由が投げる球がなくなったからってのは笑った。